スーツケースはリモアのブラウンを選びました。運命的な色に出会ったので。滞在は1ヶ月超ぐらいですね。今私ニューヨークで活動してるんですけど、今回はバケーションとお仕事って感じで帰ってきました。パッキングについてのこだわりなんですけど、くるくる派です。友人にえって言われたんですけど、ポーチにマジックで薬などとかって書いてます。これはエレキ系とか書いてますね。電圧変換するプラグとかコード、すごい今自分でびっくりしたんですけど、同じものが2つある。これも2つありますね。醤油入れとかありますけど。あとお箸とかもね持ってますね。旅に欠かせないファッションアイテム、街歩きしやすい靴、お気に入りのナイキのハーチです。靴はシャワーキャップに入れて持ち歩いてます。ポイって、と日焼け防止の帽子も畳めるやつにしてます。街歩き用に使うバッグは基本的に肩掛けできるやつが多いです。最近のお気に入りはこちらのプラダのバッグです。とかお気に入りのヴィンテージのちっちゃいリュックサック、機内で着るアディダスのジャージです。メンズ S サイズ。大好きなチョーカーとか、これまたチョーカー、またチョーカー、これもチョーカー、ヴィンテージフリーマーケットで買ったライオンの指輪、これも古着屋さんで10ドルぐらいでした。最近ずっとレースが好きなのでレースのアイテムが多いですね。ランジェリー系のロングのワンピースです。透ける素材のトップス、こういう感じのと、これと全部一緒やんって思うんですけど、最近英語の本も買ったので英語の本で勉強したりしてますね。で撮影前にはってむくみを取ったりしてます。どこでも暇つぶしできるのが最近大ハマりしている任天堂スイッチです。今ハマってるゲームはスプラトゥーン。海外の友達とよく電話をつなげながら一緒にやってます。スーツケースの中で一番大事なのは、奪えた時から一緒のピーちゃん、かっこビッグバードです、26歳。どこ行くでも一緒に持って行ってて、たまに飛行機も一緒に乗ってます。旅行に欠かせないビューティーアイテムはリップクリーム、いつも飛行機とかで塗ってます。指先とかにも塗ってマッサージしたりとか、とベビーパウダーです。前髪がベタベタするとやだなって時にベビーパウダーはたいたりだとか。ホテルに着いたらまずは足を洗ってお湯をためます。絶対ホテルでは湯船に浸かるようにしてます。お仕事に行く時って都会の方が多いので、アマゾン系の自然がいっぱいの未踏の地みたいなところに行ってみたいです。現地のアサイを採取してアサイボール作るとかしたいです。